17センチのレシピを使って14センチと10センチと8センチかな、うん、とっても小さくて高さもこのぐらいの可愛いシフォンケーキの型で今日やられていました。皆さんこんにちは、米粉シフォンケーキ専門教室粉雪の粉雪シフォンマイスターなおこです。今日はシフォンケーキの型がとてもアレンジの効くサイズがあって、そのサイズをどのレシピで作ったら一番ちょうどいいのかっていうことを粉雪シフォンなりに解説したいと思います。後ろに今ね並んでいるんですけども、これ20センチです。これがトール型の17センチで、これが浅井商店さんのいろいろシリーズになっている12センチ、はい、この2つを粉雪のレッスン教室では準備しているというか、私が最初に買ったセットになってます。で、この12センチ、この12センチ2つっていうのは実はトールシフォンサイズ1台分とちょうどぴったり合います。なのでこの17センチのトール型シフォンとのレシピでこの12センチのトール型シフォンにぴったりとサイズが合うということです。他にはこの20センチのサイズであればこのトールシフォンとこのちっちゃいサイズが結構この2つもちょうどいいです。これ20センチの型と17センチだけの型で焼いているとわざわざカットをしてこう友達に差し上げたいなっていう時があると思うんですけど、ちょっとカットするよりもワンホールで差し上げたいなっていう時にちょっとこれじゃ大きいよなって考えたら、意外とこの小さな型っていうのがこう小さなホールでプレゼントできるので、粉雪で小麦粉レッスンの時にね、一度このちっちゃいサイズをご紹介した生徒さんがすごく遊び心満載の方で、シフォンケーキの型を今日ね 4段階の型を準備してレッスンに挑まれました。で、その方がねされてるので、ちょうどそれも参考になるなと思ったので、ちょっとご参考に動画を撮りました。今日生徒さんはこの17センチのシフォンケーキのレシピで何やってたかな、そうそう17センチの方ではこの2つの12センチを焼かれていたし、もう1個ちょっと粉雪にはない型で17センチの、レシピを使って14センチと10センチと8センチかな、うん、とっても小さくて高さもこのぐらいの可愛いシフォンケーキの型で今日やられていました。なのでそういった使い方もできるなということが分かりましたので、ご紹介までに動画を撮りました。その14センチがもしかしたら12と10と8の方がでも良かったかもしれないな。高さがね、これが14になるとちょっと低くなってたんで、これも12と10と8のセットならどれもが同じようにもっこりと上に上がってたと思いますね。そんな感じでちょっとこのねミニサイズっていうの結構可愛く使うことができるので、遊び心でちょっとね型外しがちょっと得意になられた方はちっちゃいサイズにも挑戦してミニサイズのシフォンケーキをプレゼントするのもいいんじゃないかなと思いました。そんな感じで今日は型の紹介をしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。